ジョン・ホーガンはアメリカの科学ジャーナリスト。英語圏の科学雑誌に数多くの記事を寄稿している。1986年から1997年までサイエンティフィックアメリカンの編集委員を務めた。1996年の著書科学の終焉では大きなインパクトを持つ発見の終焉を主張し、1999年のその続編を通して、 心と関連する研究分野に言及し、2003年の科学を捨て、神秘へと向かう理性では神秘主義と科学の関係を探った。サイエンティフィック・アメリカン、ニューヨーク・タイムズ、タイム、ニューズウィーク、ワシントン・ポスト、ロサンジェルス・タイムズ、ニュー・リパブリック、スレート、ディスカバーといった雑誌に原稿を寄稿している。1993年10月のサイエンティフィック・アメリカンの記事、 証明は診断にて、ホーガンは数学における証明について語った。コンピューターを用いた証明の発展などに代表されるような現代の数学における証明の複雑さの増加は、数学における古典的な証明の概念を崩壊させつつある、と述べた。ホーガンのこの考えは、数学者デイビッド・ホフマンの表現を借りれば、数学者たちからの怒号と批判の洪水を浴びた。 1996年の著書、科学の終焉は、記事、証明は死んだの続きである。科学の終焉の中で方眼は、純粋科学を宇宙とその中での私たちの位置を理解しようとする、人間の原始的な探検と定義し、その上で純粋科学は、終焉を迎えようとしている、とした。進化、自然選択、DNA、ビッグバン、相対論。 量子論といったものほど大きいインパクトを持つ発見は、今後科学によってなされることはないだろう、とした。これから科学は、より洗練され、拡張され、応用範囲を広げていくだろうが、もはや大きい発見というのはないだろうとした。1999年、物理学者、フィリップ・アンダーソンは、方眼の主張を次のように批判した。 方眼の悲観論が間違っている理由は科学の性質、それ自体の中にある。問いが答えを得たなら、いつでも科学者はさらに進んで新たな種類の問いを投げかける。これは終わりなき問いの提供と思えるとした。他にも多くの科学者が方眼の主張を批判している。ニューヨークタイムズのレビューでは、科学の終焉を知的に聡明であり、包括的に書かれ、しばしば素晴らしく。 時に弱い者いじめであると評した1999年、方眼は科学の終焉の続化編となる、続、科学の終焉、未知なる心を出版した。この、続くでは、神経科学、精神分析、精神医薬理学、進化心理学、行動遺伝学、人工知能研究などの心と関連する研究分野について扱った。2003年の著書、科学を捨て、 神秘へと向かう理性では、様々な科学者や神秘主義者へのインタビューを開始ながら、科学とスピリチュアリティや、科学と宗教の間の関係について書いた。2005年、フォーガンは、アメリカのニュージャージー州にある、スティーブンス技術研究所の科学執筆センターの、センター長となる。CSW は著名な科学コミュニケーターが登壇する、講演会を開催し、ハーバードの心理学者、 スティーブン・ピンカー、プリンストンの生物学者、リー・シルバー、デュークの哲学者、オーウェン・フラナガン、ニューヨーク・タイムズのレポーターアンドリュー・レブキンなどが講演した。2006年、CSW は環境をテーマとした優れた本に贈るグリーンブック賞を創設。第1回の賞はザ・クリエーションを執筆した生物学者、E.O. ウィルソンに贈られた。ブロングヘズ TV に 定期的に投稿されている対談動画の様子。左がホーガン。ホーガンは様々なメディアに出演している。チャーリー・ローズショー、PBS ニュースアワーなどのアメリカ及びヨーロッパ圏のテレビ番組に出演している。ネット上ではブロギングフェズ t v で定期的にビデオポッドキャストを配信している。ブロギングヘズ t v でホーガンは様々な科学者、哲学者、 ブロガーなどと科学と関連したトピックについてウェブカメラを使用してネット経由で対談、インタビューを行い、それを動画にして配信している。動画はそれぞれ約1時間ほどの長さ。ありがとうございます。